転倒転換。転倒転換は、転換症候群の一種。ウエスト症候群、ウエスト症候群、ウエスト症候群と、ほぼ同義語に用いられている。ICD-10、疾病分類では、G404。日本国内では、比較的、ウエスト症候群が使われるため、以下、ウエスト症候群と記述する。ウエスト症候群の原因は、周産機能障害、結節性硬化症をはじめ多岐に及ぶ。特徴は、転倒発作、連縮、スパスムと呼ばれる短い発作を一群の繰り返しをして収束するシリーズ形成性の発作。脳波では、非常に特徴的なと呼ばれる異常を呈する。年齢依存性で、3歳未満の乳児にしかほぼ認めない。1989年の国際転換分類では、ウエスト症候群の診断基準としてを挙げており、このうち2つ以上有することが定義となっている。日本での東京女子医科大学小児科教授、福山幸雄の研究によれば、補助的な診断の手引きとして、1歳未満、悪す治療がよく効く、普通の抗転換薬が効きにくいことなどを挙げている。転倒転換は、名前の通り転倒発作を前面に出してきており、統一的な意見ではないが、上記の2及び3がなくとも診断し得る。しかし、実際には、ほとんどの症例では、ウエスト症候群と転倒転換は、オーバーラップしており、臨床上はほぼ同義語として用いられている。1841年、イギリスの医師ウィリアム・J・ウエストにより、この疾患を発症した彼自身の息子の症例報告として、初めて発表された。その後長らく注目されなかったが、20世紀に入り、症候群として認識され、元のウエストの発表の記載が詳細で良質であったため、この疾患に彼の名が冠せられた。1952年には、ギップス&ギップスにより、脳波上の特徴的異常であるヒプスアリスミアが発見され、診断力の向上に大きく貢献した。1958年には早くもアクス治療が発明され、この治療は現在でも広く行われている。発症率はフィンランドの調査では14歳までの累積で 0.6%、日本では長崎の調査では出生1万に対し 3.1 人であり、やや男児に多い。ほとんどの例が3歳以下、定義自体で乳児のみを診断基準とすることもあり、その場合は当然全例3歳以下であり、特に3ヶ月から9ヶ月に多い。本疾患は原因の特定または推定される症候性、ウエスト症候群とそうではない腺元性、無症候性、ウエスト症候群に大別される。腺元性の群も実は微細な奇形が脳にあった場合や遺伝子異常が解明するなどで症候性に診断が変更されることがある。腺元性と診断されている群は、原因が徐々に解明されつつあり、いずれ多くが症候性に分類されていくと考えられる。症候性、ウエスト症候群の原因としては、周産機能障害と結節性硬化症によるものが、原因の特定されたものの中では、最も多い。他には、ダウン症などの染色体異常、D 脳症、フェニルケトン尿症、白質ジストロフィーやメンケス病などの代謝疾患、脳奇形、サイトメガロウイルス感染などの先天感染、乳児期の髄膜炎、頭蓋内出血、脳腫瘍などの脳に破壊的ダメージを与える疾患などが挙げられる。また、遺伝子異常によるものも近年盛んに研究、報告されており、男児のみに発症する X 連鎖性乳児スパスム、異常遺伝子、ARCS 遺伝子 XP21.3、P22.1、STK9 遺伝子 XP22.3、同じく X 連鎖性の転倒転換で CDKL5 遺伝子異常などが分かってきている。原因が分からない症例もあり、遺伝的な研究の進歩が望まれる。ウエスト症候群の 95% には、精神運動発達地帯が合併する。また、発症時期から対抗を認める。早期に治療を開始して予後が良ければ、精神運動発達地帯はなく、知能は境界線から標準以上で、成人前に薬の服用を完全終了が可能。乳児期に発症するため、その時期に精神活動の障害されている症状として、あやし笑いをしない、周囲に関心がない、不機嫌が多いとの症状を呈する。転倒発作を親が発作だと思わずに放置することで、治療開始が遅れてしまい、最初の外来では、これらの症状を主訴とすることも多い。新生児期に発症し、周産機能障害に多い大田原症候群と呼ばれる転換症候群は、約半数が本疾患に移行する。また、本疾患の約半数が、レノックス・ガスト症候群という転換症候群に移する。詳しい病態整理は研究中であるが、脳幹、視床などの脳の深部が深く病態に関わっていると考えられ、ここから白質を通り大脳皮質へ電気的興奮が投射されている。一方、通常の転換は、ほぼ大脳皮質とその下の白質繊維のみが主体と考えられている。乳児期にのみ起こることから、白質の随症化形成が病態に影響しているとの研究もある。また、精神運動発達地帯に関しては、ヒップスアリスミアが出現することそのものが脳の活動を抑制したり、脳細胞を破壊するのではないかと言われている。このような臨床上の痙攣発作がない、睡眠時に見られる持続的、頻回な脳波異常は、睡眠時転換放電重積状態、ESS と呼ばれる。一方、ランド・クレフナー症候群のようにヒップスアリスミアでは、ない異常脳波を ESS として呈する転換も存在しており、ヒップスアリスミアが ESS ではないという説もあり、定まっていない。頭部画像検査、CT や MRI では、遷移性、ウエスト症候群では、通常異常を認めず、症候性、ウエスト症候群では、病院、先天感染、脳奇形、周産期障害などに応じて様々な異常所見を認める。日本国内で行われているもので、最も効果的な治療薬として、ACS、副腎皮質刺激ホルモンが挙げられる。下記のビガバトリンのない、日本国内では、ほぼ唯一効果的な治療と言える。ACSには、天然型と合成型があり、国内では、合成型治療薬、ACSZ、コートロシン Z、商標を使用される。治療のプロトコールとしては、体重、kg あたり 0.01 から 0.015、mg のACSZを筋肉内に1日1回注射する。連日で2から3週間使用し、そのままやめる場合、さらに間隔を広げて2から4週程度かけてゆっくりと中止する場合とがある。また、0.005mg や1週間など、できるだけ少ない量を目指しているものや、少量から始め効果により増量を試みるものもある。日本国外では、一般にこれらよりも多い量が使用されており、双方に言い分があるが、アメリカでも日本の量に近づけた少量化の傾向にある。有効率は文献により大きく異なるが、短期的に発作が止まるのは7割程度という文献が多い。再発は3割程度と考えられる。経口ステロイド剤であるプレドニゾロンなどの治療薬を内服することがあるが、ACSよりも副作用が少なくなるわけでもなく、効果が少ないという意見も多いことから国内ではほとんど認めない。体重kgあたり20から 40mg と大量のビタミン B6 を1から2週程度使用し、効果があれば継続する。この治療は副作用が少ないためACSの前に行われ、無効だとACSに移行することが多い。有効例は 10% 程度に過ぎない。抗転換薬としては、クロナゼパムやバルプロ酸が比較的よく使われるが、有効例が2から3割程度と低い。ビガバトリンは本疾患、特に結節性硬化症が原因の群に特に有効で、ヨーロッパでは第一選択となっているが、高頻度で視野狭窄が生じる副作用のリスクがあり、ACSに比べ一長一短である。日本では権利を有する製薬会社、サノフィ・アベンティスが副作用の宿を考慮し、開発や認可申請に向けた手続きを中断させていたが、患者側が医師と相談して、輸入代行業者に頼み取り寄せて内服している例もしばしば存在すること、厚生労働省による医療上の必要性の高い未承認薬、適用との薬検討会議に取り上げられたことから、2012年4月、他社と共同で開発が再開することが発表された。脳腫瘍や奇形による場合は、外科手術として病巣を取り除くことで改善することがある。また、脳両離断術で改善することもあるが、全体で適用となるウエスト症候群は1割に満たない。その他、免疫グロブリン療法、TRH 療法、L-DOPA療法なども試みられているが、大きな効果はないと考えられている。スパスム自体は治療をせずとも消失するが、他の難治な転換に移行しやすいと考えられている。多くの症例が、レノックスガスト症候群や他の転換に移行する。フィンランドのクオピ大学講師、ライリ・リーコネンの研究によれば、20歳以上となった、かつてのウエスト症候群患者は、1、3のみにおいて発作が2年以上ない状態、転換は長い間発作がなくとも、何時再発作を起こすかわからないため、年発作がなかったと、いことが治癒の代わりになる。であったとする。遷移性の方が予後が良いとされる。しかし、上記の通り、どの患者が本当に遷元性なのかの診断は困難である。アクス療法を行い、スパスムやその他の発作をうまく治療できても、知能の予後は基本的に不良である。ロチョビの研究では、治療が効いた群の正常から、軽度精神遅滞程度、つまり、予後が良い群は 9%、無効群が 13% であった。リーコネンの1996年の発表では、ウエスト症候群全体で普通学級に通いたのは 17%、特殊学級が 7.5%、訓練学級が 24.5%、教育ができないレベルが 51% であった。生命予後は、リーコネンの研究では、1割が3歳以前に、3割が30歳までに死亡するとされた。しかし、これは原疾患によることが多い。つまり、原疾患の生命予後が反映している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。